今考えたのは約70本ぐらい。だから世界史が苦手だよって人から真ん中ぐらいまでの人とかにも分かりやすいような授業をしていけるかなと思います。いや僕なんかね、高校時代本当にもうド陰キャですからね。まさかだってめちゃくちゃ言わされたもん。あれ何回言わされるんだ。だんだんね、講師をこう絞っていこうみたいな時期だったんで、そうで始まりました、モニテツチャンネルです。はい、今回はですね、はい、やってまいりました。はい、ただよび世界史講師、はい、鈴湯。はい、ハローゼア。もう一回言いたかったです。はい、鈴湯こと鈴木祐介です。はい、よろしくお願いします。やってまいりました。いや、はい、先ほどね、はい、情報解禁で発表されまして。そうですね、先ほどこの後ここに来ました。そうです、はい、本当は昨日撮影予定だったのに、ね、はい、いやちょっとスタジオ間違えちゃった。ただよびのスタジオ行っちゃってね、はい、まさかモニテツスタジオだと。そう、そんな鈴湯なんですけれども、うん、どうですか、もうね、解禁されたから反響とかもすごいわけですよね。そうですね、本当僕出るって言った途端に袋叩きに会おうかなと思ったら、意外と皆さんなんか好意的に優しいですね、よかった。いやだって世界史は優しいですよ。まあね、英語はさ、もう本当にもう、まあ、英語はもういつも喧嘩してる。そう、いつも喧嘩してる。誰と誰が仲良くて誰と誰が喧嘩してるのかとか、そうそう、常に知っておかなきゃいけない、ね、この情勢、そう、動き方っていうのが。でも世界史はね、平和なんですよ。平和だ、みんな優しいですよ、はい、高校の先生とかも。だから世界史俺の方ができるとかいう揉め事起こんないじゃないですか。そうそう、世界史がそうできるって何っていう、そう、何を持って世界史できるっていうの、英語ほど明確じゃない、はい、試験とかやったってほら満点取れるわけじゃないですか、はい、世界史の先生たち。英語って取れないから、うん、どんだけ英語の達人、うちのチャンネルだからいろんな達人とかネイティブにやってもらっても間違えるわけですよ、はいはいはい、この問題って。なるほど。そう、だからネイティブや達人が出てきても間違えるものを予備校講師が解けるかって解けるわけないんで。そうですよね、森哲さんでも無理だと。無理ですよ絶対。早稲田の理工なんか知らんしみたいな。でだから採用試験とかも社会科は満点が出ますけど、英語は出ないんですよ、ですね、満点なんて。だそんな中で、うん、マウント取り合って俺の方ができる、うん、できない、はい、そう、明確化できないから、ね、そう、世界史もなんかもう振り切ってる、数学もそうです、これで振り切ってる、まあ、そうですね、もうこれ、まあ、英語は大変なイメージもありますよ、本当に、うん、ツイッターとかでも必ず英語講師っていう名前の横についてる。最近世界史講師界隈もつくようになりましたよ、だんだんと。世界史講師、どうなんですか、鈴湯って誰みたいなね、はい、みんな思ってるかもしれないけど、ね、一応ね、僕は YouTuber でもありまして、はい、そうですね、教育 YouTube やらせてもらってまして、まあ今大体2000人ちょっとくらい、うん、なんでまだまだなんですけど、はい、ようやくね、あの収益的には光熱費が YouTube チャンネルで払えるように、おかげさまで。なるほど、という、まあ、教育 YouTuber の面もあり、予備校講師として普通に、うん、あの世界史を教えてますね。そうですね、うん、予備校マニアの予備校講師というのはね、はい、予備校マニアっていうのがいるんですよ、そういうジャンルの人が、うん、でそのままプロの予備校講師になった人っていうのはあんま知らない、あんまいないですね、うん、ここまでの間に合わない、ちょっと頭当たおかって入ってますかね、そうそうそう。一時期なんかツイッターですごいバズったり、ね、はい、あ、そう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 、あれは森田さんもちゃんと見てました、あれ、あの時見てました。あれは最終的に8万リツイート23万いいねと、すごい覚えてるね、そう覚えてます、そこはやっぱり、うん、で翌日フジテレビから取材来まして、あ、そう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 、はい、テレビ来てました、ね、ノンストップかな、あれに出ましたけど、東進一問一答っていうね、はい、世界史の大ベストセラーがあるんですよ。であれを使い込んでる、もうなんかこれでもかって付箋とか貼って書き込んだりっていうのを社名でアップしたやつなんですけど、そうそうそうね、そしたらもうその日の夜かな、あの呼び乗りたくみさんから LINE が来まして、LINE 知ってたんですか？ LINE してたんですよ。あの時って2018年だから、はいはい、まあ、今ほどまだたくみさんがそうですね、まだ時代で、いやめっちゃバズってて羨ましいっすみたいなのが、来ましたね。あの頃からの知り合いなんですけどね、そうなんですね、今ではもう雲の上の人になっちゃった。もう全然届かない、今ちょっと LINE したらちょっとね恐れ多いですよ。できない LINE は。僕なんかね、何か問題があるたびに、はい、あれ、どうなってんすかって LINE が来ます。結構コラボしてる。僕は早稲田アカデミーでね、修行してましたね。おー、6年ぐらいいたんですよ。高等部？高等部です。小中から入りまして、はい、1年間だけ僕だから中受とかやってるんですよ、はい、でその後、残りは全部大学時間です、はい、だから多分いるんですよ、同じ時期にいる。え、あ、サクセスいたんでしたっけ？同じ時期。あ、マジですか？でも留学で辞めちゃってるから。校舎どこでした？渋谷。渋谷、あ、俺も渋谷。渋谷で一番でかかったから500人ぐらい通りいた。池袋と渋谷が大きいですよ、新南口通って。そう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 、あのわけのわかんないところ、早稲田タウンと言われてるあのあそこですね。すごい体育会系でね、うん、そうですね。いや僕なんかね、高校時代本当にもうド陰キャですからね、体育とか休みまくってたし、うん、ほとんど出なかったんですよ、高3の時とか、うん、こんな感じのが、早稲田なんてもう、もろ体育会系で。超体育会系、おはようございます。おはようございます。発声練習から始まって、で、ね、大きな声で、あの大きい声なんですよ。大きい声か。そこね、間違えると言われる。間違えると言われる。大きい声で、気が。大きい味？大きい味。そうそう、大きい味。大きい声で、キビキビ行動。キビキビ行動、そう、キビキビ行動。明るい笑顔。はい。じ。じ？じ。
じってな、自分から挨拶。もうすごいじゃないですか。まさよこ戻りますよ。だってめちゃくちゃ言わされたもん、あれ。何回言わされるんだ。そう、絶叫するんですよね。そうそう、起き味。だって西田先生いたしね。関東圏だと、うん、だいたい早稲田か臨海で修行しますもんね。そう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 。まさかここで早稲田の話できるとは。で、それで飛ばされた。これはまず、これはまず。初めて生徒と結婚。生徒と先生。大学生と結婚したから。マジですか。いや、もう四谷学院と早稲田塾。うんうん、早稲田塾。あ、早稲田塾もいたんですか。あ、僕も早稲田塾いましたよ。早稲田塾。かぶってる。もっそり辞めた時があって、こう。はいはい、やりましたね。で、はい、その後に、ちょうどスッと入ったのが僕なんですよ。あ、後に入ってる。あと。珍しい。早稲田塾の世界史講師。全部仕事が僕に集中したんで、結構美味しかったですよ。映像を撮ります。全部僕に。学びのみたいな映像ね。そうそうそう、あんな感じの。顔出しじゃないやつだったんですけど、あれペイが良かったんですよ。で、その後、長瀬の、ね、参加に入っちゃったんですよ。そうそうそう。だから もはや、だから早稲田塾は、東進衛星予備校、早稲田塾校みたいな感じなんですね。そうそう。公開授業とかやってたし。はい、そうそうそう、だから校舎が綺麗だから、はい、うん、なんか講演会とかやりやすいですね。そうそうそう、だって言ってそれPじゃないのスタッフがね、熱いんですよ。すごい親切で、一番親切だったなって思って、うん、だんだんね、講師をこう絞っていこうみたいな時期だったんで、はい、まあ、だんだんとね、この講師室の規模が小さくなる。最初ワンフロア全部だったんだけど、横浜校とかすごかったんですよ、はい、横浜校、横浜はヨゼミの現役より多かったですから、うん、ああ、やっぱりヨゼミの現役よりも、うん、早稲田塾の現役生の方が多かった。3階だったかな、3階のフロアが全部講師室だった。それが今度はじゃあ2階のちょっとその受付の一角にしてくださいみたいになって、だんだん狭められていってっていうね、時代でしたね。夏の時とかラムネとか配ってたし、ね、はいはい、あ、そう、何あの肉じゃがが振る舞われたことありました肉じゃが、撮影ご苦労様ですって、あのスタッフさんが肉じゃがをこう作ってくれて、おにぎりとそれ食べながらみたいな。講師の対応は良かったですね。良かった、今はいっぱい予備校とか教えてるなって思って、うん、あ、もういろんなとこかかってます。例えばあの平先生、そうそうそう、最近レギュラーで、そうそうそう、ほぼ準レギュラー平先生のとこで、世界史担当してますね。で、英語は最近森哲先生、そうとか、あとね、学びエイドっていう、これも4年前からやってるんですけど、はいはい、まあ、動画授業、はい、うん、出すってやつ。肩書きとして、まあ、教育系 YouTuber、はい、予備校講師、あと参考書作家って名乗らせてもらってるんですよ、ね。参考書作家、じゃあ嘘ばっか書いてるとか、うん、その通りです。フィクション何ですか、世界史はフィクションみたいな。フィクションではない、作家だから、フィクション作家だから、あ、いやいや、史実を書いてるんですか、ちゃんと。史実を書いてますよ、うん、参考書ね、いっぱい出してますから、やっぱ若手の中ではこんだけ出してるって人も珍しい。いや、おかげさまで、同じことをね、何個も公式でいろんな同じことを。いや、それを言っちゃダメです。それを言っちゃダメです。同じことを、視点を変えて。視点を変えて、それは大事。地域史をね、今度はね、通信したりとかね。そうそうそう。そのあと一問一答とかね。一問一答だけど、これまでの一問一答とは違うんだよ、みたいな作り方。10冊ぐらいは出してるんですけど、全部やっぱり被りはしませんよ、それは。うん、そこはやっぱり、うん、そこはやっぱり作家としてのね、教授みたいなのは。いよいよ始まっていくわけですけど、はい、まず配信日決まってない、はい、配信日は一応あの11月配信開始と、ね、何日か決まってない、はい、週いくつとか決まってない、基本的に土日にしようかなと。あ、週2、はい、だって日本史月水金だから科目にしない、はい、あ、日本史3日なんでしたっけ。そう、知らないんだちょっとその辺は釣り合わせていくということで今めっちゃ忙しいと。めっちゃ、まあ、でも森哲さん前来れるのまずいな森哲以上に忙しい予備高校生いないなんですけど、あとはそう、これ言っときたいんですけど、さっきの学びエイドとか、うん、あとウィングネットっていうですね、まあ、これまた全国の映像にも出てて、はい、契約上ちょっとね、教材がこれ重なるとまずいわけなんですよ、はい、そうですね、うん、なので基本的に授業、通常の授業とかで使ってる教材そのまま使えないんで、うん、多少やっぱ変えていかなきゃいけないっていうのもあって、ね、準備に時間かかるんですよ。なのでちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと少しお待ちをという感じでですね、うん、スピード感がね、なんか久しぶりだなと。なんかこんなに早くね、いろいろ進むっていうのも、ね、はい、いろいろ進むと。そう、6月の終わりでしたかね、ちょっと連絡もらって、でそれからもう生活が一変しました。あれもね、平さん、そうそう、間に平さん入って、うちのスポンサーは講師探しもしてたっていうねそうそうそう、本当お願いしてたから、世界史ないから、で平さんが世界史とか日本史とかいろいろね、声かけてってくれたんですよ。平さん的には僕がこう漂い出て知名度上げれば早稲田にも還元されると、うん、まあ、汚い大人やねもう三歩よしと言ってみましょう進め方はどう、通史でしょうね、当然ね。通史ですね。いきなりテーマ史とかね、はい、ね、いきなり文化史とかってやることはない、まあ、それも面白いは面白いんですけど、うん、あんまりトリッキーなもん出しても、最初はアウストラロピテクス、うん、まあ、今もっと前、もっと前ですね、今はね、あのトゥーマイエンジン
から。あれなんかすげえ長い名前じゃなかったし。サヘラントロプス、ね。そこから現代史までどれぐらいとか決めてないですか。まあ、だから日本史はとりあえず40個は絶対っつって。40ですか。まず40出してそこで概要だけでも。あ、そう概要ですね。まずね。そう。だからやっぱ YouTube っていうプラットフォームの特性的なものを考えたいんですよ。うん、YouTube 向けの授業したいなと思って、うん、概略を語りかつこう興味持てるようなコンテンツ。うん、だ世界史のエピソードとかもそうだし、なんか人物伝じゃないですけど、うん、あんまりそっちに振り切りすぎても受験向けじゃなくなっちゃうから、そこは気をつけますけど、でもまあ何割かはそういう要素があったら面白いですよね。中田敦彦打倒みたいな感じで、はい、あそこまでいっちゃうとね。でもあれをまあ多少意識してもいいんじゃないですか。今考えてるのは約70本ぐらい。そうですね、西洋史東洋史もあるから。まあそうなんですよ、15分じゃないですか、はい、15分で細かい用語とか全部入れ込むことは無理だし、うん、おそらくそういう授業は求めてないと思うんですよ、うん、YouTube である種興味持たせてもらいたいとか、うん、そういう部分ってあると思うし、うん、あとただ呼びって結構大人は見てますよね。ああそうですね、うん、だ社会人の世界史学び直しの授業とかね、うん、そこに答える意味でもそういうコンテンツにしたいなと。楽しい、確かに用語ばっかやってたらあまりに多くなっちゃうんですよね。そう、それ面白くないんですよ。ネルバークラエヌス、ハドリアヌス、そうそうそう、アントニヌスピウス、マルクスアウレリウスアントニヌスとか、ね、言えた長い、今ドキドキした。アントニヌスなんですよ、そこね。みんなアントニヌスって言わないの。え、アントニウスって言っちゃうんです。あ、ニュースって言っちゃうんだ。そうそうそう、あれはね語色多いっすよ、あそこ。あ、山川出版社が出した DS のソフト、はい、あれもマルクスアウレリウスアントニウスになってて間違ってますって紙入ってました。アントニヌス、だってアントニヌスピウスもね、そうそうそう、クレオプトラと組んだアントニウスのイメージが強いんでしょうね。あ、なるほど、そこら辺で。あ、でも共通テストもやりますしね、多分ね。あ、そう、共通テストいずれやっていきたいですね、共通テスト対策。まあ、僕は世界史いっぱい受けてたから、はいはい、知ってるわけですよ、いろんな授業、うん、はいはい、もう参考書も山ほど買って、はいはい、全然積んどくだったし、はいはいはい、まあいろんな手出してたね。やっぱナビゲーター世界史とかやったんですか。やりましたよ、いろんなナビゲーター、いろんなナビゲーターやりましたよ、うん、もう縦から横からいっぱいやりましたよ、はいはいはい、あ、そっかそっか。でも僕らの世代ってまだ東進一問一答がなかった、いわゆる難関時代のバイブルみたいなのなかったから、うん、一問一答なんか最近の子は本当に恵まれてますよね、あの一問一答がね。そうだから Z 界のやつでした。うん、 Z 界、俺もそう、 Z 界と、うん、だからあったのが、まあ、Z 界のやつと、うん、佐藤清先生習ってたからゆっくり先生の一問一答だったりとか、あとせいぜい山川とか、そうそう、山川の一問一答、なんかそういうのがもう揃ってる人。あ、そう揃ってるけど、やってないけど揃ってる、ずらーっと。で、教え方のなんか特徴あるんですか。一応師匠が茂木誠先生なんですけども、茂木先生とは全然違いますね。違うんかい。違うんかい。茂木先生は劇場型っていうかね、そのいわゆるさあ説明するぞっていうような感じというよりはもうお話をこう聞かせるみたいな感じで、それはそれでも一つの芸術で素晴らしいんですよ。で、僕はもう少しなんだろう、いわゆる授業っぽくこう勘で含めて説明するよみたいな、そういう感じですかね。だから世界史が苦手だよって人から真ん中ぐらいまでの人とかにも分かりやすいような授業をしていけるかなと思います。茂木さんディスってないですか。大丈夫ですか。全然もう茂木さんとズブズブの関係だったら大丈夫ですか。ズブズブの関係。ズブズブ。だから僕は幸男さんなんか綺麗な場所っていう感じ、はい、ああ、はいはい、森本先生だったらすげえ地図が綺麗とか、ね、CG 張りのね、信じられないぐらいの綺麗なのとか、上澄先生だったらボローとか、はいはいはい、岩田修繕、岩田先生も板書ですね。板書がこう綺麗な丸文字でこう、はい、いや、ヨゼミはね板書型多いんですよ。そうなのね、うん、まあ、そもそも世界史って英語と違ってほら、あのいわゆる論争みたいなそんなないんですよね、指導方法に、うん、プリント型か板書型で、ヨゼミは、まあ、今日多分プリントがほらサテラインの関係で禁止とかだから板書バッチリ書く人が多いっていう、うん、菅野有子先生以来とか、菅野の伝統があったから、だから日本史とかも結構やっぱ板書型と、うん、なんかもう板書型の人は立体パネルって言われるし、うん、うん、そう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 、そう、あとまあ土屋先生、ね、土屋先生プリントで、ね、で、はい、あとは外地さんもトーク型だから、うん、あ、そうですね、伊藤外地さんとかね、そう、そこはもうね、どっちもだからまあメリットはあるというか、うん、その先生の得意とするものが、うん、だから地綺麗な人は板書偉いんですよ、それは。俺地汚いから板書型じゃないんですよ。だからじゃあこれから見ていきたいと思いますね、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください、うん、楽しみです。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあ頑張って、はい、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。